10枚ですね。はい、わかります。伝票10枚、じゃあ、はい。はい。あ、5本後に、わかりました。ちょっと待って、これ終わらさないと私でコピーできん。ちょっと待って。はい。私今急いでたよな、めっちゃ見てた見てた。でももうお昼やんな。ちょっと5枚だけコピーして、あ、5枚やったっけ、あ、コピーして行くからあっちであのご飯待っとって。うんうん。ほんならお願いします。はい、お疲れ様です。失礼します。はあ、終わったわ。食べよ。え、そうなん。へえ、今日スーツの色小林さん変えたはったん。そんなん見てた。そうなんや。え、どっちの色の方がよかった。あ、今日、あ、そうなん、見とくわ。じゃあ、え、でもさ、あの隣の部屋の田中さん髪型変えたはったやろ。え、どっちって、あの田中みつるさんの方。うん、そう、パーマになっとってさ、めっちゃかっこよかったんで。うん、昨日。へえ、ほんでどうなったん。あ、別に出会いなかったん。そうなん、いいやん、もうここにさ、あのみおちゃんの周りいっぱいおるやん、人。男の人、人おらんの。へえ、いや、私はないわ。うん、そやな。ごちそうさまでした。でもさ、あ、うん、化粧直してな。こんなん一緒に働いてはる人さ、うちらがパーマ当たってよかったでとか、スーツ色変わってたでとか、あの人スーツちょっと大きいんちゃうんとか、そんなん言ってんのとかも知らへんし、あのこうやって食べた後に毎日な化粧直してんのも知らんわけやんか。なんかそれってすごい世界やんな。だって一気にこの中を出たら、こうやって仕事してるわけやん。お疲れ様ですとか言ってるわけやんか。やけど一歩この中に入ったら、あのさあみたいな感じで化粧してる。女の裏と思って、まあどっちが裏と思うか分かれへんけどもね、そんな感じやんね。でもそれと同じで、仕事にも裏と表があると思うねんな。一生懸命やってる裏側にリラックスしてるところもあるし、で同じように日常でも裏と表があって、そう考えると明日の3月26日夜8時20時から始まります、オムニキンユキエ対決ライブ。これは毎日日常の裏と表を垣間見るライブになるかと思います。高谷慎之介さん、お松さんと一緒にさせていただきます。ゴロッピア天満満天堂、最寄り駅は京阪谷町線天満橋駅になっております。ゴロッピア天満満天堂で明日夜8時からお待ちしております。どうぞお越しください。はい、わかりました。はい、お茶、お茶5つでいいですか。はい、わかりました、持っていきます。6時や、行ってきます。では外に、お疲れ様でした。それでは生放送ユーストリーム終了させていただきます。どうもありがとうございました。